高橋由一チャンネル。毎度毎度円安の話題で申し訳ないんですが、円安がちょっとだけ円高に触れて、原因が国力低下って言った人って何なんでしょうねっていうのが気になってですね。だから為替国力低下説明だから、円安になったら国力低下って何日かで国力上がるのかなとかね、そう思っちゃうからね。いやこんなんだったら気楽だよねと思ってね。そういう人たちに何て言うのかね、今ね説明するのね、はい、そもそもね、はい、もう為替ってのは二国間の交換比率、はい、二国間の通貨の交換比率なんだけど、はい、為替の数字って客観的で定量的でしょ、はい、客観的っていう意味はね、今の為替を聞いたらね、はい、1ドルいくらってみんなほとんど同じくに答えられるよね、はい、で数量的でしょ1ドルなんとかって、はい、国力ってそもそも定性的なんだよね。国力って何のか分かんないよね。で主観的なんだよね、だから私ね、そもそもねこういう定量的客観的なものを主観的で説明するってことだけで分かんないんだよ。私には頭の中では全くこれはもう対応できないんだよね。でもそういうのみんな平気で言うじゃない。その人の頭をちょっと覗いてみたいんだよいつも。どうやってこうやって変換できるのかなと思ってさ、はい、でもさ、そうするとさ、こういう状況になると2日間で国力分かりました説明しなきゃいけなくなって、私はとっても恥ずかしくて言えないから言えないわけ、はい、だからでもこういう人たち平気なんだよね、まあ、まあマスコミもこういうんだよね、国力だって言うんだけど、はいはいはい、頭の中覗いてみたいよね。本当に何年ない空っぽだと思うんだけどね、まあ、適当なんだよそれだと思うけどね、はいはい、まあこういうこと平気で言って、だから私なんかこういう時に数量的に説明するじゃない、はい、数量的に説明って結構当たるんだけどね、うん、それなのになんか平気でまだ言うのはそういう数量が理解できない人がマスコミに多いのかなって正直と思うだけだよね、うん、マスコミだとちょっとさっき聞いたんですけど、うん、面白い取材がいろいろたくさんあるよね、なんかねびっくりするよね、はい、なんかこの YouTube 見たらね取材に来ないはずなんだけど、はい、平気で来るんだよね、はい、どういうのかっていうとさ、はい、ちょっと前だったね、年金が破綻しますっていう話が来てね、はい、で破綻するってどうしてって聞くと、いや高齢化でどうのこうのとか言うんだけどね、はい、年金ってのは保険なんだけど知ってるって言うと知らない、保険って原理を知らないとで保険ってのはどういう考え方とかっていうと、半分死んじゃったら年金もらえなくてその人を生きてる人に渡すだけなんだよって非常に単純な話を私してるわけでしょ、はい、そういう話もよく分かんないで破綻するって言うんだけど、半分は必ず死ぬよねって、その半分のお金を外に生きてる人に長生きしてる人に渡すだけだから破綻するの結構難しいんですけどって言うとわけわかんなくなるらしいの。で最後にね、破綻って言うんだったら確率で言ってくれと、今はいろんな話を確率で言うだろうと、天気予報だって言うだろうと、はい、ね、なんであんた言わないのかと言うと黙っちゃうんだよ、はい、でそういう人に限ってね、金融商品がね、はい、どうのこうのって言って何がいいですかっていう風に来るから、はい、年金なんてこういうもんなんだから生きてて働いてたらまあいらないもんだよな、はいはいはい、うん、だからずっと長く自営で働くのが一番いいんだという言い方をして、そうすると年金なんかな、そういう自営でずっと働いてる人は年金なんか気にしないよと、だから働いてる限りは大したことないからね。それでもね、やっぱりね、ステレオタイプなんでサラリーマンの、はい、定年になって老後が大切だとか言うんで、はい、だからね、それで金融商品を勧めるんだけど、はい、働けばいいんじゃないのって私なんかすぐ言っちゃうんだよ自営でそのサラリーマンの時からね、アルバイト見たくね、はい、第二の花なんて働けるのを探すのが一番いいよという言い方するとさ、いやそれじゃって、とにかくもう定年退職してそれまでお金を貯めなきゃいけないって言って、はいはい、でそれお金を貯めるってあれか、金融機関の商品買うのかっていうとそうだって言うんだけどそんなの金融機関をやっと養うようなもんだよってまた言っちゃうわけ、はい、取材にならなくなんだよこんな話はでも何回も言ってんじゃないこのだから私だってさ、自分でね、金融商品なんてのは金融機関の、ね、手数料払わない、国債しか買わないって言ってるんだしね、はい、おいでね、その他はね、自分の事業とかね、周りでね、要するに株とかそういうのは買わないんだって、はい、あんなのは金融機関にお金をねあげるだけだからって言うんだけど結構そういうのよく来るよね。それ高橋さんに来るのって結構恐るべしいですよ、ね、びっくりよな、恐るべしい、何なの最近もあれだよな、はい、円安で経済破綻するって書いて本書いてくれっていうのが来たしさ、こんなの、ね、先週から違うって、近隣企業家だって言ってGDP 伸びるとか言ってチャンスだって言ってんのに違うだろうってまず言うんだけどだからさ、私じゃなくてさ、円安で破綻するって人いるだろうと、はいはい、まあ、破綻の得意な人いるだろうと、言いますね、うん、はい、だからもうその定量的な議論絶対しないで、はい、もうふわっとした
さ議論する人いるだろうって、はい、そういう人に行きなさいよっていつも言ってあげてるんだよね。私なんか言ったらさ、年金の破綻とかさ、はい、財政の破綻から確率で全部喋っちゃう。はいはいはい、はい、うん、だから逆に言うと私は確率で喋らないと破綻っていうのは議論できないと思ってるから、うん、でそんなんじゃなくてもう平気でもう確率とか数字関係なくて平気で言う人世の中多いんだから、はい、そういう人に言ったらいいよね。私でも来ることないよな。まずな。なんで来たんでしょうね、高橋さんのところに。よっぽどあれなんじゃない、間違ったんじゃないの。間違ったんですかね。あ、信じらんないよね。この YouTube 見てから行けば大体分かりそうだ。分かりそうだよ。もう 円安で破綻なんか一言も絶対言わないんだし、うん、破綻言ってる人をバカにしてるだけなんだから。そうですね、うん、年金も破綻言ってる人をバカにするし、 その破綻にかこつけて、はい、金融機関が金融商品を売りつけるのもすごく批判してる立場なんだからね。そうですね、面白いよね、世の中の人って。何なのこれ。そういう人がマスコミに多いっていうことなんですかね。多いんでしょ、うん、まあこれ無理だよな、そういう人たちが生きていくのはなと思ったよ。マスコミってそんな業種になって情報収集能力もないじゃない。あのマスコミでもよくすごく下せないのが、うん、あの賃金が上がらなくて大変だって言ってる人が、うん、タクシーが値上げでダメだみたいなこと言うじゃないですか。要するにケチつけるだけだね。なんか ね、マスコミに行ってる人ってね、はい、鬱憤があってね、なんかもう意見言いたいって活動家が多いんだよ。だからケチつけたいってそれだけだよ。何でもいいからケチつけたい。何でもいいから言いたい。何でもいいからケチつけたいだよ。え、だからあの頭の判断がね、ただケチつけるっていうんで、もう無条件反射なんだよ。ことりよりひどいよ、レベルの無条件反射が多いんだよ。ことりよりひどいのって何ですか、ね、無条件反射なんだよ。脳なしの、ことりはちっちゃいながら脳があるけど、脳なしの無条件反射なんだよ。ミトコンドリアレベルってことです。うん、だからなんか入るとあの頭まで神経がいかないとすぐ反応するんじゃないの。そういうことなんです、ね、じゃないとなかなか理解しづらいでしょ。そうです、ね、なんか必ずなんか文句言うんだよ。ニュースとかワイドショー見ててもずっとそんな、でも私は見ないよな、もう本当はな、こんなの見てもしょうがないし。見てもしょうがないよ、こんなもん。あ、見ませんよ。だからあのそんなのに、ね、見てね、はい、変だなって思うくらいだったら、はい、このチャンネル見てくれた方がいいですよ。ちょっと話ずれますけど、円安だと普通株価が上がるんだろうなって思ってたんですけど、一般的に上がるよ。そうですよ、あの一般的に上がる。だから今そうなってないの、あんまり上がってないね。岸田政権が変な政策っていうかね、対策打つんだけど補助金系が多すぎて多分未執行、はい、執行されないんだよ。でそれはだからあの岸田さんは去年の、暮れも対策打ってるんだけどね、はいはいはい、その後 GDP はあんま上がってないんだよね。これはもうあの執行がうまくいってないっていうことだ。そうなんです。執行がうまくいかないっていう理由は補助金系が多くてね、はいはいはい、補助金系っていうのはあの申請が大変だったりして、それでうまくバシッと当たんないのが結構あるから、そこそこ当たるのはあのいいんだけどね、はい、当たんない政策もあるから、はい、そうすると全体的に執行率はあんま良くないんだよね、はい、あの今までのこの対策だって執行率 80% だもん。 20% は使い残してる、ね、執行率悪すぎる、補助金系が多いからダメで、だからこういうのはあの海外なんかは執行率を高めるために減税にする、はい、そうですね、で全部減税にしたらもう執行率 100% すぐなるからね。でそれはだからあの減税が嫌いなね、財務省が絶対嫌だって言ってるからでしょ。そういうのが株価に反映されちゃうんですか。だって執行がいかないから、だから予算が組むんだけど執行されないってことは予算が意味ないってことになるじゃない。だから GDP に真水って言って、はい、GDP の押し上げ効果っていつも内閣計算するんだけど、これは執行 100% 前提のもとで計算するから、それで執行率が下がるから全然 GDP 上がんないのは当たり前なんだよ、ね、あ、それで円安で業績が上がるのを打ち消しちゃうみたいなことな、業績が上がるっていうか全体のあのもうちょっと上がるはずなのに上がらないっていうことになる、はい、だからこの円安でいい経済回って、それに国内で景気対策するとプッシュしてうまくいくんだけど、そのプッシュのレベルがあんまり見かないから思ったほど上がらないって、そんな感じになる。そういうの見透かされて頑張る、株価はちょっと先見て動くからね。そういうことなんですね、うん、皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。